ゾンビが来たから人生見つめ直した件は NHK 総合テレビの夜ドラ枠で2019年1月19日から3月9日まで放送された日本のテレビドラマ連続8回。略称はゾンミツ劇作家の桜井智也作による地方都市を舞台とした社会派ブラックコメディで主演は石橋夏美その他のメインキャストに土村香織。る 滝内組。この項目の出展、小池瑞穂、君島ゆずき、近藤美えは、とある地方都市で一つ屋根の下で暮らす、荒沢女子。ある朝、テレビでは、近所の山中の施設が炎上したというニュースが流れるが、三人は意に返さない。しかしその後、町では、ゾンビのようなものが発生し、彼らに噛まれた住人が、ゾンビ化するという事態が生じていた。 その様子に気づかない水穂は別居中の夫、小池智明と離婚に向けた話し合いをするために、ファミレスに向かうが、その途中に寄ったコンビニで、ゾンビの襲撃に遭う。さらに、そのコンビニに智明とミサエが一緒に逃げ込んできたことから、水穂は、智明の不倫相手が、ミサエだと気づく。街が、ゾンビに襲撃される様子が、テレビに放映されず、外部から封鎖され、 無政府状態となった街で、水穂たちは、ゾンビに霊霊をやってみたというタイトルの動画を見つけ、この街を訪れて、騎士改正を狙う、YouTuber ーー、大崎とぼしいの姿を見て、水穂は、自らが生きる意味に気づくことになる。ありがとうございます。